前回の超わかる高校数学は、2つの数の最大公約数は大きい数から小さい数を削り取った数との最大公約数と一致する。このユークリッドの誤助法を覚えよう。次の問いに答えてください。3秒後に解説を始めます。では一緒に確認しよう。この問題のポイントは、2つの数の最大公約数は大きい数から小さい数を削り取った数との最大公約数と一致する。1番と2番の最大公約数は1番と2番から1番の3倍を削り取ったものの最大公約数と一致する。3番を因数分解するとこうなる。ここで1番と3番の最大公約数が5になるためには、3番に注目すると、 A と A3 乗マイナス A プラス1の少なくとも一方が5を約数に持つ必要がある。それぞれ調べよう。 A が5を約数に持つ場合、 A は5以上8以下だから A イコール5が確定する。この時1番は B3 乗マイナス5になって、こいつも5を約数に持つ必要があるから、これを満たす B の値は5だとわかる。ここで1番と3番が5以外にも公約数を持ったら、最大公約数5に反するから、実際に最大公約数が5になることを確認しよう。 A イコール5、 B イコール5の時、1番は2の3乗 ×3×5、 3番は 5×11 の2乗だから、確かに最大公約数は5になる。次に A が5を約数に持たない場合は、 A イコール678の中で A3 乗マイナス A プラス1が5を約数に持つ必要がある。これを満たす A の値は8。この時1番は B3 乗マイナス8になって、こいつも5を約数に持つ必要があるから、これを満たす B の値は7だとわかる。実際 A イコール 8B イコール7の時、1番は 5×67、 3番は2の3乗 ×5×101 だから、確かに最大公約数は5になる。総合的に見て1番と2番の最大公約数が5であるような A と B の組は、 A イコール B イコール5、または A イコール 8B イコール7が答え。2つの数の最大公約数は大きい数から小さい数を削り取った数との最大公約数と一致する。これを覚えよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。 Twitter は公式ホームページから、次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。